ミシシッピ川流域戦線の1862年の動き南北戦争のミシシッピ川流域戦線はアメリカ合衆国のミシシッピ川から西の地域で北軍と南軍が激突した戦線であり海軍の交戦も含まれる南北戦争の主戦場となった東部戦線や西部戦線とは地理的に離れていたので小規模の戦闘が行われただけで 戦争全体の数勢にはほとんど影響していない。南軍はあちこちで攻勢を試みたが、この方面に大きな戦力を割くことができず、最終的にはテキサス州一州のみが残った。アメリカ合衆国国立公園局によって作られた作戦の分類では、本校で使うものよりも詳細になっている。NPS 分類の小さなものは省略するか、大きな作戦の中に組み込んだ。 NPS 分類にある、この戦線での75の戦闘のうちほんのいくつかを記述することになる。ミシシッピ川流域戦線の1863年の、動き南軍のミシシッピ川流域軍は1862年5月26日に結成された。ミシシッピ川から、西のミズーリ州、アーカンソー州、テキサス州、インディアンジュン州及び、ルイジアナ州の部隊で構成された。 これにはすでに1月10日に結成されていたミシシッピ川流域地区軍が吸収された。この地区軍にはルイジアナ州のレッド川より北部インディアンジュン州およびミズーリとアーカンソーの各州が含まれアーカンソー州セントフランシス軍からミズーリ州スコット軍より東は外れていた。合成軍の本部はルイジアナ州シュリーブポートとテキサス州マーシャルに置かれた。 南軍の指揮官と在任期間詳細は、ニューメキシコ作戦を参照1861年、南軍は現在のアリゾナ州とニューメキシコ州に部隊を派遣して成功した。これら準州の南部に住む住民は自分たちの脱退条例を採択し、まだその地に泊まっている北軍の排除のために、近くのテキサス州に駐屯している南軍の力を借りたいと要請した。 アリゾナ巡州のアメリカ連合国領有は、ニューメキシコ巡州でのメジラーの戦いで勝利し、北軍のいくつかの部隊を降伏させた後、ジョン・ベーラー大佐によって宣言された。南軍は、領土北部の制圧には失敗し、北軍がカリフォルニア州から援軍を送ってきた1862年には、完全にアリゾナ巡州から撤退した。グロリエとの戦いは、 戦いに参加した戦力も損失も小さな戦闘であったが問題は大きく戦闘の結果は決定的であった。グロリエータで止められていなければ南軍はユニオントリデやデンバーを占領できた可能性がある。あるテキサス人はもしもパイクスピークの悪魔がいなければこの国は我らのものだったろうと実感した。この小さな戦闘で南軍は ニューメキシコやさらに西の領土を占領する可能性がなくなった。4月、カリフォルニア州の北軍志願兵隊がピカチョ峠の戦いでアリゾナ巡州に残っていた南軍を追い出した。東部ではまだその後の3年余りも戦争が続いたが、南西部での戦争は終わった。ミズーリ州は高度に組織され、抗戦的な脱退運動が起こった奴隷州であったが、 1850年代にカンザスで反奴隷制勢力と戦った奴隷制擁護派のボーダーラフィアンズがいたせいか、北軍側につく者が2対1ないし3対1の比率で多かった。アメリカ連合国よりのクレーボーン・カイ・ジャクソン知事とスターリング・プライス将軍が指揮する小さな州兵隊はベンジャミン・マカロック将軍指揮する南軍と合流した。 ウィルソンズ・クリークの戦いと第一次歴ントンの戦いでの勝利の後、1862年2月に北軍が大軍で到着して、南軍はミズーリ州から、その後はミズーリ州で破壊活動を行うためのゲリラ戦が始まった。一般にブッシュワッカーと呼ばれる南軍のととが北軍や北側の州兵を襲って戦った。多くの戦いは、 ミズーリ州住民の異なる党派の間で戦われ、どちらも市民に対して大規模な残虐行為を行い、強制退去から殺人まであった。歴史家たちの推計では、戦争中の州内、の人口は3分の2まで落ちた。生き残った者も逃亡するか、敵対する者に追い出された。ブッシュワッカーの最も残酷な指導者、ウィリアム・クアントリルやウィリアム・ブラッティビル・アンダーソンは、 国民的悪人になった。彼らに従った者たちは、ジェシー・ジェームズやその弟フランク・ジェームズ、及びコール・ヤンガー兄弟が狩猟となって、戦後16年間も武装したまま強盗や殺人を続けた。プライスの襲撃とフットのフランクリン・ナッシュビル方面、作戦、1864年南北戦争の終盤、1864年9月から10月。 スターリング・プライスの率いる騎兵を中心としたミズーリ軍に1万2000名がミズーリ州とカンザス州を襲って回ったが1ヶ月に渡る一連の戦闘でプライス軍は疲弊し無力化された。北軍は1862年、特にテキサス州はそれより東側の港が封鎖または占領されたが封鎖ランナーの天国になった。テキサス州や西部ルイジアナ州は アメリカ連合国の後出口と呼ばれ、収穫された綿花は陸路メキシコ国境の町タマウリパス州マタモロスに送られ、そこから物資と交換にヨーロッパに船積みされた。北軍はこの貿易を阻止するために何度かテキサス侵攻を試みたが不成功に終わった。南軍はガルベストンや第二次サビインパスの戦いに勝利し侵略軍を撃退した。 西部ルイジアナ州に向けた北軍のレッド側方面作戦はマンスフィールドの戦いで敗れて損失を出しアメリカ連合国の降伏まで実質的に最後の侵略が終わった。歴史家のジェフリー・プルシャンキンによればカービー・スミスの自尊心、まずい判断を及び軍事的な技術の欠如によりリチャード・テイラー将軍が勝利を得る機会を逃しミシシッピ側から 東の軍事的また政治的立場に大きな影響を与えられなかったと主張している。この地域は東部の戦線と離れていたので、1865年4月にリー将軍が降伏した後も数ヶ月間、規模は小さいながら戦闘が続いた。南北戦争の最後の戦いは、テキサス州南部のパルメット農場の戦いであり、南軍が勝った。インディアン順州は、 今日のオクラホマ州の大半を占めており、戦争の30年以上前に、インディアンが強制移住させられて後、合衆国南東部の先住民族のためにとって置かれた非自治領域だった。この地域では数多くの小戦闘と7つの公式に認められた戦闘があった。それらには南軍と同盟した先住民族、北軍に忠実な先住民族及び、 南軍と北軍の部隊が関わった。北軍ジェームズ・ジー・ブラント将軍に率いられたインディアン巡州を確保する作戦は1863年7月17日のハニースプリングスの戦いが頂点だった。ブラントの軍隊は先住民の戦士も含んでいたが、北軍は先住民を正規軍に取り込むことはなかった。 先住民の土地から南軍に徴兵された将兵は7860名になり、主にチェロキー族、地下層族、直東族、クリーク族及びセミノール族から採用された。これら先住民の中で、スタンドアティ巡将は南軍がこの地域を放棄した、後も、その第一チェロキーキバライフル連隊を率いて、インディアン巡州内の北軍基地を襲った。 ワティは1865年6月25日に降伏し最後の南軍将軍になった南北戦争。ありがとうございます。